はい、筋トレ好き整体師藤村です。本日はですね、こういう内容でお話しさせていただこうかなと思います。はい、ずっと腰が重いのというですね、まあおば様がいらしてですね、まあその女性の方なんですが、まあ、60歳ぐらいの女性の方で、まあ当院来られたんですが、まあもう朝起きても起き上がっても歩いても座っててもずーっと腰が痛いの、何してても痛いのと。で、まあその方に聞いてみたんですが、どんな時に特に痛みが強くなりますかと。でも、いやもう何をしてもうずっと腰が重い、痛い、何かして痛くなるっていうよりももうずっと腰が重いのと。はい、でその方の腰痛の原因をこう見ていったんですが、まあまあ筋肉触ったりとかいろいろしていったんですが、まあ、筋肉ではそんなにこう変化が出なくてですね、その方何が原因で腰が重くなっていたかというとですね、こちらですね、小腸です。はい、この小腸がガッチガチに硬くなることによって、まあ、その方は腰痛が起きていました。で、実はですね、なんで小腸が腰痛の原因になるかというとですね、人間をお腹で真っ二つグッと割っていくとですね、まあ、腰の骨があって、で実は腹筋とかこういうふうについてるんですけど、腹筋はですね最終的に結局この腰の骨の方までこうやって膜でつながっていくんですよ、筋膜 でこう腹筋があって、腹斜筋とかもそうですね、結局腰の筋肉にこうやってつながっていくんですね。腹筋はこういう腰の筋肉ですねと同じ膜でこうつながっていくんですよ。で、小腸はですね、見ていくとですね、お腹にこんな感じでこうくっついてるんですね。まあ、ここまで大きくないですけど、で、実はこう触っていくとですね、小腸と腹筋とかってすごいこう膜でつながってるんですよ。はい。なので、小腸がガチガチにこう硬くなってしまうことによって、腹筋っていうのもガチガチに硬くなります。そうするとですね、腹筋とかが硬いことによってこうやって腰の筋肉とかはですね、全部お腹側にキュッと引っ張られるような感じになってしまうんですね。で、もう小腸がずっと硬い状態になってると腹筋もガチガチに固まってるんで、常にこう腰がもう引っ張られてる感じになるんで、まあ、腰ももう当然硬くなってきます。で、これが慢性的になってしまっていて、その方は腰の重さっていうのが出ていました。で、実際にこう小腸を緩める治療をしていってですね、ここを柔らかくするとですね、柔らかくしていくと腹筋の硬さも取れてですね、腰の硬さも取れてきました。で、小腸治療した後はですね、あ、腰が軽いわっていう形になりました。はい、で、実はその方がなんで小腸硬くなってしまっていたかというと、結構食生活とかを聞くとですね、そんなに悪いものを取っているわけでもなくて、水分もしっかり取れてたんですよ。ただですね、こう見ていくとやっぱりこの方はですね、旦那様がちょっと体が悪くてですね、結構その介護だったりとかっていうのもすごいされていて、結構この自律神経ですね、常にこう気を張っている状態で自律神経がすごい乱れてしまっていたっていうのがありました。なのでまあちょっと自律神経を整えるような治療もやりつつ、まあ、結構この自律神経を整えるっていうのはまあ、そういう状態になっていると難しいんですけど、まあ、好きなこととかですね、自身がこうやっていて楽しいなっていう好きなこととかをやる時間を増やしてあげたりとか、あと誰かに手伝ってもらうとか、全部一人でやりきるんじゃなくて、まあ、手伝ってもらえる人には頼んだりとかして手伝ってもらうっていう、まあ、なるべく自分で全部ここに負担がかけるようなことを少なくした方がいいですよというのはお伝えさせていただきました。なのでもしこうずっと腰が重い方っていうのは、筋肉とか関節とかそういう問題ではなくて、この内臓ですね、内臓が原因になっていて、もっと深く見ていくとその内臓をコントロールしている自律神経、ここが乱れてしまっている可能性があるので、そういった方は好きなストレス解消になることだったりとか、その嫌なことっていうのを全部一人で抱えきるんじゃなくて、誰かに頼むっていうこともすごい大事かなと思いますので、まあ、参考にしていただけるといいかなと思います。それでは本日も動画をご覧いただきありがとうございました。